6年前に遡る出来事です。当時の年齢、私20歳大学生女、AO 私の幼馴染、21歳勤労学生、システム関係の会社を友人と起こす。 A 妻19歳専業主婦、 A 夫妻は出来婚で当時10ヶ月の子供がいました。私と友人の AO は幼馴染でしたが、中学時代に AO が祖父母宅へ引っ越し、その後一切連絡を取っていませんでした。 AO が大学入学をきっかけに通学圏内の地元に戻ると、家が近いのでまた顔を合わせるようになり、私の両親も昔から AO を知っているので、以前同様可愛がっていました。ため年、特に我々には恋愛感情とかそういうの一切ないです。そんな関係です。時は流れ、 AO21 歳の時、失礼ながらちょっとメンタルが弱い感じ女の子と付き合っていました。彼女 A 妻の妊娠をきっかけに入籍し、 AO は大学に通いながら友人とシステム関係の会社を起業し、なんとか家族を養いながら大学を卒業しようとしていました。大学の講義受けて夜中まで仕事して、家に帰れないのもザラだと言っていました。きっと察するに家にはほとんどいなかったんでしょうね、嫁任せ。ある冬の朝8時頃、携帯が鳴りました。栄養でした。1年近く顔を合わせず連絡も取っていなかったので、何事かと驚きましたが、出てみるという様子のおかしさにもっと驚きました。何でもいいから服を買ってきてほしいというのです。朝っぱらから何言ってんだこいつと思ったのですが、服がない服がない、着られた、着る着る。その時はわからんを繰り返し、興奮していてよく理解できなかったので、とりあえずこんな時間でもやってる店で何かしら買って家のドアノブにかけておくと約束しました。その時は浮気でもして閉められてるんだろうから絶対関わりたくないなぁと思っていましたが、買い物を済ませて A 夫妻のマンションのドアの前に向かおうとするやいなや、もぬすんごい子供の泣き声が聞こえてきました。隣のおばはんももうしょう2時間近くと困っていたので、私は一つしてみることにしました。するとバスタオルを巻いた間抜けな姿の栄養が出てきて、私の持ってる買い物袋をサンキューの一言で奪い取って奥に消えていきました。私おかん。でも子供は泣いている。カーテンは閉まっていて、うつうつとした室内、怪しさが漂う雰囲気。着替えた栄養が早口で私に説明をしました。仕事が片付かなくて長家に帰ったこと、シャワーを浴びて学校へ行こうと思って出てきたら自分の服すべてがビリビリに裁断されていたこと、 A 妻が平静な状態ではないこと。案内されるがまま寝室に行くと、クローゼットの前でしゃがみ込み、ハサミで服を切り刻んでいる A 妻がいました。 A 妻に話しかけるも焦点の定まらない目でひたすら無言でハサミを動かし続けます。奥さんに通院歴がないか尋ねると、栄養は昔あった。そううつかなんか。と答えました。おそらく、この状況、最近も患ってたんじゃないかと思って、俺知らない、俺忙しい、俺の服どこ、な栄養が情けなくなりましたが、今の状況、子供は2時間泣き続け、A 妻は焦点定まらないよ、どうにかすることにしました。うつ状態の A 妻。栄養が、もう面倒見切れましえん、僕の服切ったんだもん、的な白旗をあげたので、A 妻両親に連絡して、とりあえずここに来てもらうように電話させました。子供、恥ずかしながら、未婚の19歳の私にはどうしようもできなかったので、私の両親に話し、A 両親が到着するまで我が家に連れて行くことに。A O の両親は、どちらも破天荒で、彼が高校に上がるときに一家が解散 W をしたので両親とも絶縁。以上が朝8から10時くらいの出来事。夜19時、子供
迎えに来ない。そもそも A 妻両親、車で30分の距離に在住がしぶしぶやってきたのが夕方16時。A 妻両親もひどいもんで、はあ、やっと面倒見ないで A 夫に任せられると思ったのに的なため息で、A 妻を実家に連れて帰ったそうです。ん？子供は？ A 妻の両親は、孫の存在を忘れたように、話にも出さず、娘を連れて帰ったそうです。その後、A 夫が、うちに引き取りにやってきて、やっと長い一日が終わった。人の家庭に首突っ込むもんじゃないな。でも子供大丈夫かな？なんて思いながら3日が過ぎました。A 夫からは、子供を連れて、祖父母宅に身を寄せることになったと連絡がありました。よかった安心。私は、大学へ通う普通の大学生。講義を終えて、家路に着くと、正面からニコニコしているのに、怖い顔のおじさんが二人やってきました。私さん。私ね、警察署の者です。ポカーンとしていると、話し破口でした。A 妻さんから子供を略取されたという被害届が出された。子供はどこですか？私の家にいますか？とのこと。当日の事情を説明し、何ならかの中、全部探してもよい、当然任意でしたが、と淡々と説明すると、向こうも、それなりの信憑性があるとのことで、それ以上の追及は受けませんでした。ただ、子供の居場所は、私が答えてよいものか悩み、ご主人である A 夫さんに聞いてと言って引き取ってもらいました。A 夫もすぐに対応したようなので、当然被害届も取り下げてもらえるものと思っていましたが、何日経ってもその連絡が来ず、不安になって確認のため警察署に赴くと、そこには A 妻の姿がありました。A 夫は落ち着くまで子供の所在を、A 妻には秘匿としたらしく、私のことを、ワーヤークー捕まえてくれと訴えていました。私を見つける矢を暴れして、逃げる私に猛タックルを食らわせたラガーマンの指揮 A 妻は、結果として即時入院させられることになりました。もともと未受理ではありましたが、後見人の A 妻両親によって被害届は取り下げられました。その後、A 夫妻ですが離婚が成立。子供の親権でかなり争ったそうですが、A 夫には頼れる両親はおらず、A 妻側に。未だに子供元気に育てられてるのか心配です。A 妻にも困ったけど、A 夫にも呆れ切りました。